はい、皆さんこんにちは、吉田のりまさでございます。はい、今日も動画ですね、ですね、こちらのタイトル、そしてサムネイルご覧になっていただいて、皆さんお分かりだと思うんですけれども、今日ですね、もう大先生ですね、ネット上ではありますけどゲストということでね、出ていただくということになりました。はい、ということで、本日は、長堀ひろみさんをお招きいたしました。パチ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 。はい、ということで、はじめまして。はじめましてになりますね。はい、ちょっとね、連絡はね、させていただいたコミュニケーションありましたけども、はい、はい、一応はじめましてだよね、いう形になると思います。はい、はい、ということで、最近のこの、紹介シリーズということで、はい、今回はですね、こちらの、長堀先生のですね、本を出版されているということで、こちらの、ちょっと待ってください、画面に見せますけれども、保護者トラブルを生まない学校経営を保護者の目線で考えましたという、こちらの本ですね。はい、教育開発研究所から出ております。はい、こちらの本ですね、もう結論言いますけど買ってください。はい、ということで、はい、ちょっとこちらですね、お願いします。で、こちらのですね、また後で言いますけど、動画の下の、説明欄に、あ、こちら Amazon でも売ってらっしゃるんですかね。あ、はい、Amazon でも売ってました。わかりました、 Amazon のリンクを貼っておりますので、興味のある方は、クリックだけでもね、ちょっとしてみてください。はい、ということで、ご本人にですね、お話聞けるということで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、長堀さんは、お住まいってどちらに住んでらっしゃるんですか？茨城県牛久市になります。あ、そうなんですね。はい、はいはいはい。で、ごめんなさい、本当に知らないんですけど、今主にどういったことを活動としてやってらっしゃるんですか？はい、はい、もともとは横浜の出身で、はいはい、結婚を機に茨城県に来たんですが、はい、そうですね、結婚してから大学院に行って勉強して、はい、でその後留学して、で帰国してからずっと今茨城県に住んでいます。ちなみに大学ってどちら行かれたんですか？大学は、はい、慶応出てから、はいはい、勤めてお金貯めて、はい、で結婚してから筑波の大学院に行って、その後そこを出た後にアメリカのコーネル大学というアイビーリーグの一つなんですけど、コーネル大学の大学院で、3年間勉強して修士マスターを取って博士に編入した時点で上の子を出産して、それで一応休学にして帰ってきています。すごい経歴ですね。あ、いえいえ、全然そんな。すごいですね。大したことないで、博士論文は出さずにおりまして。あ、そういう方ってわかんないですけど、イメージ的には大体そのなんか先生とか教授とかになったりするような感じなんですか？そうです、まあ、そういう方はとても多いと思います。ただ私はもともと国連の職員になって、はい、まあ、難民キャンプとかユニセフとかそういうところで働きたいと思っていたので、はい、たまたまそういう奨学金をいただいてアメリカに行くことができたんですが、はい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 、ただアメリカに行ってちょっと愕然としたのがですね、はい、日本からものすごい、それこそ国費留学とか、はい、あるいは企業のトップクラスで留学してる日本人にたくさんあったんですけど、はい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 、ものすごく成績はいいんだけど、はい、授業で相手にされないというか、議論に入っていけないんですね、全く。授業で相手にされない。大学院ってほとんどディスカッションが授業なので、あ、はいはいはい、大体1日に4冊ぐらい本を読んでこないと、そのまずディスカッションに参加できないっていうか、その基礎知識がないとできないので、あ、はいはいはい、参加した上でタイムリーに手を挙げて発言して、はい、みんなの意識をこっちに持ってって自分の話題にみんな吹き込むみたいな技術はほとんど日本では学べないですし、はい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 、なかったので、で、はい、それを見た時に、まあ、自分が一人目を出産したということもあって、はい、なんか国際機関とか外務省の政府開発援助とか人の国に行って援助するなんて言う前に、はい、日本なんとかするべきじゃないのこれと思って、で日本に帰ってきてからはその人材育成とか人育てとか、はい、またまた英語も留学のおかげでブラッシュアップしてるので、はい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 、それを使ってずっとフリーランスでやってきました、はい、で、はい、その結果たまたまなんですが、はい、茨城県の牛久市に引っ越してきた時に、はい、たまたまご縁があって教育委員という、はい、仕事があるんですが、はい、地方公務員特別職というものですが、はい、そこで声を
はい、あの当時は、はい、多分日本で最年少だったというふうに言われたんですが、40代で子育て中の女性で教育員を探しなさいというふうに文科省が全国に通達を出したのに引っかかったらしく、4年間やらせていただきました。その時にですね、はい、それまでただの保護者だったんですね。私あのその時はもう下も生まれてて2人子供がいまして、はいはいはい、でその時保護者から見る学校と、はい、中から教育員になってみた学校が全然違ったんですね。はい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 、立場が違うし、はいはいはい、これはまたあのどうしたことかと思っていろいろ勉強してしながら、はい、あのまあ、研修やあの講演の活動をしている中で、はい、あのいろんな全国の教育委員会の方から声をかけていただいて、はい、PTA の研修とか先生の研修とか両方をやるようにやる。あ、はい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 、すごい、はい、いや両方子供の幸せ願ってるのになんでこう食い違うのか知らないですごく経験しまして、はい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 、でそのご縁でたまたまその早稲田大学が教職大学院っていうのを創設するときに、はい、その、まあ、私はあの障害学習の分野で言うと、はい、あの学校を出てからの人が学ぶ、はい、あのまあ、コーチングとか研修とか、はい、あの講演活動をやってましたので、はいはいはい、それで声をかけていただいて、そんな非常勤講師になってちょうど10年目です。はい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 、はい、あ、なるほど。じゃ あ, あの非常勤といういえども、まあ、講師やってらっしゃるですね、はい、非常勤で今、はい、あの大学院の授業をあの持っています。まあ、今年はちょっとたまたまあの、はい、授業がお休みさせていただいて来年とまたなんですけれども、はい、あ、はいはいはい、じゃあ結局あれですね、外から見てわからない中っていうのは必ず何事も存在して、で実際にそういう感じで入ったら愕然として現実はこうだったっていうのが、その、はい、アメリカ行った時もそうだし、いろんなところで、はい、なんでこんなに違うの、なんで格差があるのっていうふうに思われて、それがきっかけでそういった教育ってどうなってるのとか、まあ、いろんな部分に切り込んでいって、で今活動してらっしゃるってことですね。はい、素晴らしいおまとめ、ありがとうございます。はい、そんなことないですけどね。なるほど。そしてこの本っていうのが、はい、あれですかね、まあ、一冊目というか最初に書かれて本っていうことですかね。これ三冊目で、あ、まあ、訳本を入れればなんですけど、あ、あの下の子がお腹にいた時にですね、あの、はい、吉田慎一郎さんという方と、はい、まあ、これもちょっと妙なご縁の方なんですけど、はい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 、あの、その方に誘われて、はい、あのエンパワーメントの鍵という本を協約してます。で、それは、はい、昔あの7つの、なんだっけ、7つの習慣、あ、習慣、はいはい、ベストセラーありましたよね。はい、はいはいはい、あれよりも、はい、オーストラリアでは売れたんだっていう評判のエンパワーメントの鍵という本がありまして、あの現代が青い国でスピリットオブザコーポレーションといって、その企業があの目覚めるにはみたいな、はいはいはい、企業がその持てる、なんて言うでしょうね、精神というかマインドを、うんうん、はい、あの目覚めさせて飛躍するにはっていうようなタイトルで、うん、あのオーストラリアの、陸上ナショナルチームのメンタルコーチをされてた方が、そのビジネスコーチングですごく、はい、あの注目されて、その方が書かれた本だったんですね。はい、それが日本にコーチングがまだ入ってくる前の、はい、あの段階だったんですけれども、うん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 、それを訳して出してます。でその後に、2015年に大学院で院生向けに、そのみんなが持ってる潜在力をどうやって引っ張り出して幸せに生きていくかっていうのを、はい、やっぱり就活っていうのがすごく彼らにとって大きなハードルなので、うん、その就活で生かしてほしいと思って書いた本が、うん、あの幸せ就活術という本で、これも、Amazonでリアルも Kindle も出ています。おお、そちらも買ってください。ありがとうございます。ぜひあの Kindle の方があの便利だと思います。あ、まあそうですね、今、はい、そうですね、あ、そういった意味で考えるとこちらは3冊目という形になりますね。そうです、はい、そうなります。なるほどなるほどなるほど。まあこれね、まあ皆さんがね動画見てね、あのクリックしてもらえばもうそれで済んじゃう話なんですけどね。はい、でもそれだとあれなんで、まあ中身のねちょっと解説というかね、ちょっと聞きたいんですけども、はい、ぜひ。まあ簡単に言うと、まあタイトルからも想像がつく方もいらっしゃると思うんですけど、保護者トラブルを生まない学校経営をっていうことで、簡単にあの分かりやすくですね言うと、はい、どんな本になりますか。はい、はい、保護者も学校の先生も、はい、実はその敵対する必要なんか全くなくて、はいはいはい、もっともっと仲良くなれるし、うん、そうなると一番幸せになるのは子供だよっていうことを
伝えたいと思いました。そうなんですよね。なるほど。でも現状は、まあ、まあまあまあ、敵対って言ってもね、そのね、暴力振るい合うわけじゃないですけれども、うんね、まあちょっと傍から見ても、まあちょっとね、敵対関係にあるんじゃないかみたいな感じで、ちょっと見受けられるっていうのを、やっぱり肌で現場で感じ取られて、ちょっとこれは、ね、っていうことなんですね。なるほどね。いや、親御さんの気持ちもすごくわかるんですよ。私も子育てしてましたし、うんうん、なんか先生の一言ってすごく重たいので、あ、本人のその当事者の先生が持ってらっしゃる以上に保護者ってすごく強く受け取るんですね、うん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 、でもその加減が先生もやっぱり中にはわからない方もいらっしゃって、そこら辺のなんていうんでしょう、お互いの感覚のすり合わせって、うんうん、すごく大事だなっていうのも思いました。キラキラと光